しぶり。届けてあげたい。はい、デビュー当時以来ですね、デビュー曲のご意見無用の人生だという曲以来久しぶりに、勢いのある、こうスカッとするようなそんな歌をいただきました。内容としてはこう遠い都へ行ってしまった大切な人を思ってこう祈っている、そんな歌です。いい歌をいただきました。前半は割とこう語って歌っていただくといいかなと思います。そしてサビはやーれんソーランソーランと、もうねドーンともう大きくすっごくねこう勢いのあるあのサビで、あの私も歌っているんですけどね、気持ちはいいんですよこれがね。こんな感じになります。やーれんソーランソーランソーランカモメ歌っていう感じなんです。はい、もうねここはもう皆さんが歌いたいように大きくもう気持ちを込めて歌っていただけるといいかなと思います。ぜひぜひ歌ってみてください。実は最近ですね、セキセイインコを飼ってまして、はい、これがねめっちゃ可愛いんですよ。うん、もうお仕事が終わって家に帰ってくると、もうそのセキセイインコ、名前がね鳥蔵って言うんです。はい、鳥蔵、まだ生後5ヶ月ぐらいなんですけどね、うん、でも最近はちょっとねこう、喜怒哀楽じゃないですけど、なんだろうな、ちょっと機嫌が悪い時とか、気分がいい時とか、すごくねそれを気分をねこう出してくるんで、それがこう見てて可愛いですね。鳥蔵っていう名前なんですけど、はい、でもね性別が分かんないんですよ。はい、メスじゃないといいなと思うんですけどね。はい、頑張ってます。こう一瞬でドアを開けたらもう楽屋っていう、そんなどこでもドアがあったらいいなと思います。移動中はねほとんど寝てますね結構寝てますよ。もうマネージャーさんもねもう寝てるってね、もうびっくりしてるみたいですけど、うん、新幹線でね、どっかこう地方にお邪魔した時に新幹線に乗って、もうまずはお弁当を、ね、食べるんですよ。もう食べたらねすぐに、だって食べたら眠くなるじゃないですか皆さん。でもう新幹線が発車する前にねよく寝てますよ。じゃん、踊りが上手になりたい幸子。今回実は新曲でちょっと椎名踊ってるんです。こんな感じなんです。サビにあるんですけどね、やーれんソーランソーランソーランカモメ歌届けてあげたい、っていう感じなんですよ。はい、うまくいくとかっこよくなるんですよね。なので踊りが上手になりたいと思います。今年ですね、私椎名幸子は、おかげさまで、デビュー15周年を迎えさせていただきます。私の、勝負曲だと思っています。ソーランカモメ歌、まあ、この歌は、皆さんにもそうですね、大切な人をこう重ねて歌を聴いていただきたいなと思います。私も、しっかりと熱い歌を届けたいと思っております。これから全国つつうらうらお邪魔をさせていただきますが、詳しくはホームページ、そしてブログの方もさせていただくと、今日は、私が
どこどこにお邪魔しますとか、またその地のね名物とか名所とかね、そういうのも毎回楽しみでお邪魔して書いているんですけれど、そういうのもまたチェックしていただいて、皆様ぜひイベントがありましたら会いに来てくださいね。よろしくお願いします。お待ちしてます。届けてあげたい。